西内マリアは、日本のファッションモデル、歌手、タレント、女優。福岡県福岡市中央区出身。デビュー以来、ライジングプロダクションに所属していたが、2018年3月31日付で、退所し、以降はフリーで活動している。実施は、タレントの西内ヒラグビー選手の西内隼ヤ西内祐二兄弟とはいとこにあたる。 2006年夏、福岡市内に遊びに来ていた際に、芸能事務所のライジングプロダクションのスタッフによるスカウトを受けた。同年10月15日、福岡第一高校、第一経済大学附属高校が合同開催している学園祭、パラマ祭で多数の芸能人を輩出したことでも知られる、中学生、カラオケ選手権に、立花リサ、 宮原理恵と共に3人組ダンスユニットで出場、グランプリを獲得した。2007年7月より、ローティーン向けファッション雑誌、ニコラの専属モデルとして活動を開始。2008年度、ニコラ部長の高屋敷彩乃のから引き継ぎ2009年度のニコラ部長になった。また、当時の新ブランド、リンジーのイメージモデルを務めた。 2010年5月号で雑誌ニコラを卒業し2010年7月号よりティーン向け雑誌セブンティーンの専属モデルとして活動している2011年3月号で初の表紙を飾る2015年7月1日発売のセブンティーン8月号において同志からの卒業を明らかにする8月25日に パシフィコ横浜で開催されたイベントセブンティーンナッツの学園祭2015において卒業式が行われた2017年カキの月給出演以降は表舞台には出なかったが9月にニューヨークで行われたファッションイベントに出演した2014年8月20日にラブエボリューションでデビューした第56回日本レコード大賞新人賞を呼び 最優秀新人賞受賞。第47回日本優先対象新人賞受賞。2015年5月6日に、自信初の作詞、作曲作品、ありがとうフォーエバーをリリース。2007年、映画、ライラの冒険、黄金の羅針版のライラ役の日本版吹き替え、声優を決定するギャオのギャオ,オーディション、ライラの冒険黄金の羅針版。 ファンタジーヒロインオーディションに応募し、5104通の応募の中からグランプリに選ばれた。同年11月にロンドンワールドプレミアに参加し、ライラ役のダコタブルー・リチャーズやコールター・フジニ役の日本語吹き替えを担当した山口智子らと共にレッドカーペットの上を歩いた。2008年7月、ドラマ、正義の味方で女優デビュー。女優業は、西内の意向ではなく、 当時の事務所の方針だったという。2011年12月、スイッチガールでドラマ初主演。2013年8月、山田君と七人の魔女で地上波連続ドラマ初主演。このドラマで演じた白石ゆららは、西内と誕生日が同じである。2015年7月、ホテルコンシェルジュでプライム対ドラマ初主演。2015年、映画、 レインツリーの国で映画初出演。2016年秋公開のキューティーハニー、ティアーズマイナスで映画初主演。2017年1月23日スタートのフジテレビ系、月9ドラマ、突然ですが、明日結婚しますで、月9初出演にして初主演。2021年、ネットフリックス配信の 全ラ監督シーズン2で久々に女優業を行うことが発表された。2008年3月9日、スカイマークスタジアムで行われたオープン戦、阪神タイガース対千葉ロッテマリーンズで始球式を務める。今日から阪神ファンになりますと語った。2012年4月から2013年9月まで、ピカルの定理に初のバラエティ番組レギュラー出演。 2014年9月21日、警視庁渋谷署の一日署長を務めた。2015年5月9日、福岡ヤフオクドームで行われた公式戦、福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスで始球式を務めた。2015年10月5日、福岡マラソン2015のアンバサダーに就任する。2015年12月7日、 福岡県警中央署の一日署長を務めた。2016年6月27日、福岡ソフトバンクホークス女性ファンの象徴、高川ルアンバサダーに就任し、その日、東京ドームで行われた公式戦、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズで始球式を務め、7月24日のヤフオクドームでの埼玉西武ライオンズ戦で実施。 作詞作曲したホークス応援ソング輝けを披露した。2018年3月31日、この日をもって所属事務所であるライジングプロダクションとの契約満了に伴い退所。これに伴って公式ファンクラブマリアアッピーエスも4月30日をもって終了となった。2018年7月20日更新の自身のインスタグラムにおいて改めて ライジングプロダクションとの契約満了を報告、再始動への決意を表明した。2018年11月12日、シャンパンメーカー、メゾンマムのプレスイベントに日本アンバサダーとして参加し、事務所から独立して、以降初めて公の場に姿を見せた。2021年11月8日に8年ぶりとなる写真集、月刊、西内マリアを、 自身の誕生日である12月24日に発売することを発表した。東京都内の薬務学園高等学校を2012年3月15日に卒業。高校を卒業するときにセブンティーンの自身の連載ページマリアマニアで通っていた高校の制服を着て写真を載せた。特技は小学3年生から中学2年生まで打ち込んだバドミントン。 2007年度の中大連では、個人、団体ともに、福岡県大会へ出場したほか、福岡市内の大会でも4度の優勝歴がある。しかし2007年10月には、仕事がある都度に、福岡から上京する生活を改め、母親と共に、東京へ転居した。 芸能活動へ主とする方針に変えたため、強い選手に育てようとしていたバドミントン部の監督を裏切る形になり、どんな気持ちでやってきたと思ってるんだ。と激怒された。運動では他に、50メートル走では7秒台、飛び箱では12段を飛んだという記録がある。好物はカリカリ梅。猫が大好きだが、当人は猫アレルギーの体質である。好きな言葉は、 一生懸命で、目標とする女優は、水木有沙、モデルでは、長谷川淳としている。井上陽水の、東へ西へ、を、元気の出る曲の一つとして挙げている。ニコモの中では、特に日南京子との仲が良く、二人合わせて、マリキョンと呼ばれていた。かつて同志では、マリキョン、ハッピー、ライフという連載も行われていた。日南の家庭教師が、 初恋の人だが、かなり年の差があり、全く相手にされなかったとのこと。また、その男性から教わったイラストレーターの山本直樹が、描くイラストのファンである。2015年公開の映画、レインツリーの国出演に際して、役作りのため、人生書というショートカットの髪型を披露。新たな西内マリアのスタート。髪を切ったことは、自分と向き合うきっかけにもなり、 ファッションや気持ちも変わりましたとコメントしている。時代劇に出演するのが長年の夢であり、そのためピアスを開けなかった。その甲斐あって、2015年には初の時代劇、歌舞伎物刑事に出演することとなった。歌手デビューのきっかけは、アイドルグループ、レブ、フロム DVL に所属していた姉、ヒロの影響。過去に、 パニック障害に悩む時期があったことを明らかにしている。太字は主演、もしくはヒロイン太字は主演配信シングルアルバム。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。マリアマニアに関する、カテゴリー。月刊、西内マリアに関するカテゴリー。ありがとうございます。